はい、皆さんこんにちは。ファミリーコガイです。今日はですね、サッカーの話題です。今日はあの2つの話題を同時にまあ合わせて、まあこの動画1本でやっていきたいと思います。まず1つは、おととい18日の動画で、元日本代表の西野晃監督が、タイ代表の監督に就任する予定だという動画を上げました。それで実際昨日、タイのサッカー協会会長と一緒に、東京のホテルで、西野監督は、まあ、就任したということを発表しました。で、タイ代表と、まあ、フル代表と、あと、アンダー23、23歳以下の代表も、まあ、兼ねると。いわゆる、まあ、兼業というような形で、まあ、タイのチームを率いるということになりました。やっぱり本人も、なんていうかな、海外でチャレンジしたいなという気持ちが強かったみたいですね。ただまあタイは結構茨の道ですよ。同じグループに UAE とベトナムいますからね。まあ UAE はともかくベトナムに勝てないことにはどうしようもないですからね。ベトナムに勝たないと最終戦いけませんからね。で、確か初戦が9月5日あるかな。初戦がベトナムとですよね。いきなり大一番迎えます。もうあまり時間がないんでね。まあこれからどういうふうにねっていうか1ヶ月ちょいですか。もう2ヶ月切ってるんでね。まあちょっと西野監督の手腕問われますね。どうなるか、まあ自ら、家中の栗を拾うような感じになっちゃったのかなという感じはします。でも、やりたいという気持ちがあったんですからね。まあ頑張ってもらいたいです。日本を代表する名将です。で、あともう一つは、アフリカ選手権、行われてました。先ほど、決勝が、行われて、アルジェリア対セネガルの決勝が行われて、アルジェリアが1対0で勝ちました。で、アルジェリア優勝しました。29年ぶりとか言ってましたね、アルジェリア。まあ、アルジェリアはもともと、まあ、結構、有名な選手、まあ、何人かいますね。で、まあ、セネガルはセネガルでも昔から有名ですけども、試合ダイジェスト版何本か見ましたけどね、まあ、最初の1点は、その1点は、もう前半早々ですね、ディフェンダーに当たって、まあ、あれはゴールキーパー追えなかったんですかね。追わなかったんですよね。追わなかったんですよね。なんで、ボールを見失ってしまったのかな、キーパー。まあ、でも途中でこう、上向いてましたからね。ちょっと不可解な点がありますけどね。あれを追えよって思いましたけども、私は。ボールを追えよと思いましたけどね。あと、後半、ペナルティエリア内で、セネガルの選手のそのシュート、蹴ったボールに、アルジェリア代表の選手の腕に当たったんですよ。あれ PK かなと思ったけど PK じゃなかったですね。PK 取らなかったですよね、あれ。俺ちょっとあのシーンを見て、女子のワールドカップの日本対オランダ戦、熊谷選手が PK 取られた、あのシーンをすぐパッと思い出しましたよ。あれ PK じゃないんですかね。まあ皆さんどう思いますかね。ちょっと私はあれ PK でも良かったんじゃないかなと思いますけども、まあ何はともあれ終わりました。アルジェリア、まあちょっと荒れ気味の試合でしたけどね。まあなんだあれでも言ったんですけどね、雑談でも言ったんですけども、とにかくアフリカ選手権、まあ私何回か見ましたけども、ダイジェストでまあ何十本か見ましたけども、とにかくシュートが速いんですよ。思いっきり打つんですよね。いやもうこれ別に考えないで打ってるんじゃねえかなっていうような感じで、もう行ってこいっていう感じで思いっきり蹴って、それ決まれば OK みたいな感じで、でもなかなか豪快な、まあもうアフリカの選手なんで、もう豪快な感じの、まあ、テニスでしたね。ちょっと豪快、よく言えば豪快、悪く言えば大味というような感じの、テニスじゃなくてサッカーでしたけどね。でもそれはそれで面白かったです。まあアルジェリア代表おめでとうございます。元フランス代表のリベリー選手、会場にいましたけどね。ということで今日はこれで終わりにしたいと思います。アディオス。アスタマニア。